紀元前の英雄、アレクサンドロス3世はペルシアの英雄ですよね。この英雄の物語がイスラムに伝わってで、イスラムからインドへ、そしてインドから中国へ、そしてそこでイダテンという神様になりました。アレクサンドロスとイダテン、全然違う人物だと思うんですが、実際は同じ人物だったという、こういった話ってとても面白いですよね。

そういった目線で今日皆さんに紹介したい人が、親家赤八という人物です。親家赤八は、お赤八は今の沖縄、つまり昔の琉球の八重山諸島で活躍した親家今の言葉にしたら親分ですかね、まあ、リーダーでしたけれども、琉球王国に乱を起こしてそこで戦死したと言われている人物なんですね。で、この人物のあだ名が、本瓦原というあだ名が がありましたでここで皆さんが注目してほしいのはこの「本瓦」というあだ名なんですよね。 で、一応ここで確認したいのは、今の沖縄の教科書では、親家赤蜂と本瓦原を違う人物で説明していますけれども、琉球の歴史書、旧与では、赤蜂と本瓦原はドイツ人物として認めているので、今日はこの説を取り入れて皆さんに説明してみたいと思います。 じゃあ、ホンギルトンの話になりますが、ホンギルトンは朝鮮から逃げて、新世界を探すために海に旅立ちました。で、その時に、ユルト国という国に定着して王になるというストーリーがありますが、最近の研究者たちは、このユルト国が琉球じゃないかなという説なんですよね。 つまり、竹赤八のあだ名、本瓦。漢字で書いたら、本敬の王になりますけれども、この本瓦の本が、本ゲルトンの本を意味するという説なんですよね。つまり、二人はドイツ人物だということですよね。で、実際沖縄は、琉球の時代、朝鮮といろいろの歴史的な 関わりがありまして、遺跡とかにもかなり似ているところがありますし、文化もそうですし、えー、私個人的には言葉の使い方も韓国ととっても似ているような気がしますね。で、とにかく沖縄と韓国の話は長いんですが、今日はホンートンに目線を置いてお話ししたいんですが、ここで皆さん覚えてほしいのは、今からお話しする内容は、研究で検証されていない、あくまで可能性として聞いて てください現代の研究者たちもとっても面白い偶然という扱いをしているようなのでだこれだという証拠は見つかってないので。 あくまで軽い物語として聞いてくださいね。じゃあ、まず、こういった説の始まりから説明してみます。四世大学のタルサンギョン教授は、韓国のホンギルトン研究の研究者なんですけれども、20年以上ホンギルトンを研究していて、いろんな書籍を発売していますが、えー、この方の集長では、 本ギルトンは超権力家門の家族なので、연産軍に捕まった本ギルトンは影武者本物ではない。で、実際本物は千人ほどを連れてえ沖縄に逃亡して定着したというお話をしてらっしゃいますよね。で、 沖縄国際大学の遠藤教授はこの話に乗ってですね、本ゲルトンが琉球に来て定着したとしたら、本堂よりは八重山諸島であろうという可能性を提示しました。そして国立琉球大学の津波教授の場合は、 琉球本島は1400年頃統一して強い王国になっていましたが、まだ八重山諸島までは完璧な試合権を確保できてなかったので、ホンゲルトンが資料はないんですけど、可能性としては八重山諸島なら1000人ほどで占領できると言ってくれたんですよね。 じゃあ実際なんですけれども久米島というとっても海がきれいな島がありまして朝鮮から漂流をしたらそのまま流れてくると言われている島なんですけどここの琉球スタイルの地区情報もあるんですけれどもまた串川城の後では朝鮮スタイルの地区情報が見つかりますよね。 そして、その下にある宮古島。砂浜と海がとっても綺麗なところなんですけれども、宮古島の東屈伊糸神社というところがありまして、ここにはこういった伝説があるようです。1500年頃、1000人ほどの外来人がこの東屈を拠点とし侵略したという伝説があるみたいですよね。もしかしてこれが本ギルトンではないかという説なんですよね。 なるとこの本ギルトンは八重山諸島辺りで自分の支配権を確保して琉球政府の支配に反対して乱を起こしますが残念ながら当時の琉球の王は琉球歴史最高の王と言われた小死後の時代でしたねなのでこの小死王はすぐ3000人の軍隊を派遣しててこの乱を抑えてここで本ギルトンまたは 親家赤蜂は戦死しますよねで、当時の琉球の記録では、乱の指導者が魔術を使っていたということで、さらにこのリーダーが本ギルトンではなかったのかなという話になりますよね。 で、ここで、本ゲルトン,ンの最後には、王を引退し、神となるとも書いていますが、実際現在、八重山諸島では、この親家赤蜂を神として祀られる祭りが行われるなど、神として認められていますので、これが本当に本ゲルトンだったら面白い話になりますよね。 で、こうやって見てみると、あだ名の漢字からそして痕跡までとっても似ている二人のこの英雄。実際、でも今の研究学会では二人は偶然に死した痕跡を持っている人物であると、という考えをしていますよね。理由としては決定的な証拠が見つかってないからなんですよね。 ここでは、じゃあ、二人が同じ人物じゃなければ、なんで本ギルトンジョンは、親や赤蜂と似ているような人生を生きてたと書いてたのかを考えてみると、じゃあ、こうやって考えられるんじゃないかな、私は思います。ホギュンが本ギルトンジョンを書いたと言われていますが、原本はまだ見つかってないんですよ。 そして、チャンゲイさんという、ホギュンが死んだ後の200年後の人物が出るというところから考えてみると、こうやって考えるんじゃないんでしょうか。まず、日本の例を例えてみると、桃太郎のお話がありますが、 昔は鬼を退治しましたが、最近は鬼と仲良くなってからめでたしになるストーリーに変わりましたね。あつまり物語は時代の流れによって変化する。 という、こういった仮説を立ててみると、ホンギルトンジョンも結局変わったんじゃないかなという話なんですよね。ホギョンは最初、漢字で見本を作って、今わからないんですけれども、それが200年にわたって、いろいろ編集、リメイクされて、今の時代に伝われてんじゃないかなと思いますね。じゃあ、こうなった場合、この人物を皆さんが見てほしいです。ムンスンドゥクという人がいまして、ちょうど1700年後半から、 1800年半ばまでで生きていた人なんですがこの人のあだ名は漂流王で言語天才と言われています。この人のストーリー、話したいのはいっぱいありますが、簡単に言いますと、仕事中に台風によって漂流して琉球に漂着するんですよ。そこで約1年間琉球語と文化を学びます。で、その後、フィリピンにまた漂流してしまって、1年後に中国の陸路で朝鮮に帰国 帰国,して帰国してからなんと。 一般の人にもかかわらず、チョン・イプンというとても高い感触を、もちろん名誉職だったんですけれども、それをもらって、いろんな書籍作成に協力したと言われていますよね。ここで皆さんが覚えてほしいのが、琉球語、琉球文化を学んだことと、朝鮮に戻って書籍作成に協力したところなんですね。つまり、私の予想では、このムンスンドゥクは琉球文化の専門家でした。 もちろん朝鮮と琉球は高麗時代から関わりがあったんですけれども 積極的な民間交流はなかったので、みんな琉球に関してはあんまりわからなかったんですねで。それを詳しい人が現れて、琉球に本河原という人の伝説があったよと言ったときに、すでに本ギルトンジョンをしてる人たちは、あの人が本ギルトンじゃないのかなとみんな希望を持って想像してたと思います。で、そこでいろんな人、まあいろんな書籍によって新しい本ギルトン伝説になり、それがハングルの の小石になななっってて今の時代ままで伝わいいるんじゃないかなと私は思いますねつまりまとめてみると、親家赤八と本ギルトンが同じ人ではなかったとしたら、この2人の歴史人物の人生がプラスされて今の本ギルトン城になり、そうなると本ギルトン城は琉球歴史と朝鮮歴史が交わったとても面白い作品になるということですよね。 話が少し変わりますが、今の韓国人って現代の韓国のことを減る朝鮮と言いますよね。貧富の格差や就職難差別などで、韓国が嫌いになって他の国に移住して住みたい人が増えているような状況なんですけれども、それはもちろん朝鮮もそうだったでしょう。結局、本気ョンというのはより良い,い国のため願いを込めたスッキリ物語で、ヨルトグは ま、琉球かもしれませんが、人たちの心の中には、どっちでもいいから、今よりいいユートーピアを夢見たんじゃないかなと思いますね。じゃあ、本気度の話はここまでです。来週は、ドラマ遺産の、ドラマと歴史記録の違いなどを比較して紹介してみたいと思います。今日も聞いてくれて、しんちゃしんちゃこまおうよ。여러분、あんにょーん。